第4代ダイザート伯爵の肖像が、ジョン・バンダーバンク作、1737年頃。第4代ダイザート伯爵、ライオネル・トルマッシュは、スコットランド貴族。1712年から1727年まで、ハンティングタワー教の儀礼称号を使用した。ハンティングタワー教、ライオネル・トルマッシュとヘンリエッタ・キャベンディッシュの息子として、1708年5月1日に、 ヘルミンガムで生まれた。1727年2月23日に、父方の祖父が死去すると、ダイザート伯爵の爵位を継承した。1743年3月29日、死する勲章を授与された。1770年3月10日に、死去、27日に埋葬された。息子ライオネルが爵位を継承した。ダイザート伯爵夫人、グレースカートレットの肖像が、 ジョン・バンダーバンク作、1737年、1729年7月22日、グレース・カートレットと結婚、旧男7女を設けた。ありがとうございます。